とテロップは何にしようかな。6月お誕生日だったよにしよるね。にゃおもにゃおもバースデースペシャル、誕生日スペシャルか。にゃおもにゃおもバースデースペシャルね、うん、バースデー SP SP えいお、いけたんじゃないですか。ほやみんな来てたよ。待って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 もうみんな来てたよ来てたからかっこよかった。なんだっけこれ、告知、告知してください、はい、シェア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 してください。いや、こんな感じ、配信スタート。あ、そうそうそう、いい感じ、できた。皆さんもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めて皆さん、こんばんは。こんばんは。ジェルネージュのお姉さん、レイニャンこと青山レイナと。何これ、ねえ、ねえ、私たちの、はい、バースデースペシャルの配信ということで、はい、最近やばいんだよこの人。なんだなんだ、 LINE とかでもキモいって送ってくるの。違うの、聞いて、本当に、うん、本当にキモいの。え、多い多いなんか、なんか可愛いんだけど、可愛いでしょ、ちょっとなんか一緒にいすぎてなんかキモくなっちゃった何でも最近一緒にいすぎ、本当に、うん、なんか今メンバーの中で一番一緒にいるんだけど。え、わしもだわ、ね、なんか一緒にいるんだけど、うん、なんでなんでなんでだよ、なんでだよ、はい、ってことでほら、はい、私に言って。もう今日はね、ここにとりあえず入るとこはいいやと思って、ここに金が入ってた。そうなんですよね、うん、そう、にゃんさんのね、当日、はい、当日、誕生日当日にクリスタルーム配信を見れる皆さんは、はい、なんて幸せな皆さんでしょうかダメだよ、ダメだよ、本当にと、あと、あの、髪のバーム、ずっと欲しいって言ってたやつ
ね、なんかレイジさちゃんとさ、みんなの誕生日をお祝いするイベントがあるからすごいよね。なんかしかもなんかその人にあげるものっていうのがめちゃめちゃなんていうんだろう、すごいなんかその人が今欲しいものとかなんか分かってて、うん、そうそうそう、本当に怖いと思っちゃった。すごいと思う。なんかニャンもすごいさ、使っても今さなんかレブロン使ってるのよ。だからデパコス使ってなくて。あ、そうなの。そう、もう最近全然だから嬉しい。このシャネルの新作でございます。新作よ、しかもYouTuberやん。色はですね、140でございます。それ宣伝どうしてどうする。このこちらの色になってますので、はい、皆さんぜひ一緒にお揃いで使いましょう。しましょう。私も買おう。嬉しい、これ本当に使う、うん、てか私本当にシャネルがブランドでね、一番好きなの。あー、ぽい。もうだから、シャネルかなと思ってた。嬉しい。そう、当たりシャネル、当たりシャネル、当たりシャネル。そう、それでだからもう本当ライブでいっぱい、なんかめいちゃんがこの色はあのマスクつても落ちないって言われましたって言ってたから、落ちにくいね。ヒントなのかな、ヒントなのかな。ありがたいです、本当、うん、ありがとう。わーい、わーい。今すぐお電話、お電話誰にシャネルに、シャネルに、じゃあめいちゃんから、めいちゃんに。はい、ということでね、今日はいっぱいお誕生日をね、うん、2人で、そしてここのね、あの、はい、クリスタルームを見てくれてる皆さんと一緒に楽しく過ごしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいね。嬉しい、嬉しいね。どうする、早速やる。あ、もう行くか。え、もう行く、どうする、うん、まあ、まず乾杯するか。そうだね、うん、乾杯だね、乾杯しよう。そうだね、安定の乾杯だよね、はい、乾杯。はい、ということでですね、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、タピオカ、タピオカ、おもちといえばタピオカ。そしておもちに教えてもらって、私もタピオカがめちゃめちゃ好きになったので、そう、いつも2人で買いに行ってね、うん、いつも超ダッシュで買いに行って、早くあと2分だぞ、うん、そうそうそう、ミーティングまであと2分とか、そうそうそう、その前に買いに行ったりして、先行くわって言って、そうそうそう。はい、ということで、はい、もうおもち半分以上飲んでるけど、なんかうますぎてさ、超飲んじゃったみたいな。半分しかないけど、さっきおもちがパシッてしてくれたの、タピオカお姉さんしてくれたの。タピオカ店員なんでね、元ね。はい、ありがとう。はい、はい、ハッピーバースデー to me to me。 グダグダー、乾杯。 you got to to you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 。 はい、イエーイ。おいしい、おいしい。あれだよね、なんかさ、なんだっけ、うん、あのさ、うん、あの、なんだっけな、あの、こういうやつなかった、ウェイっていうやつ、なんだっけ、なんだっけ、あ、生誕の、生誕の、そう、最後にこうやって閉めた、そう、閉めたよね、できなかったけどね、うん、隠れてないよ。生誕の動画でちょっとタピオカもね、飲んだりしてたんですけども、うん、皆さん生誕祭の動画受け取ってくれましたか？ありがとう。来た方しかね、見れてないと思うから、うんうん、来てくれた方限定なんですけども、入場特典としてお渡ししてるものですね、はい、大切にしてください。来てください、来てください。やる？マジで、うん、やっちゃおう。そろそろもう行こう。そろそろやるか。ということでね、今日は、はい、私たち2人のお誕生日付きということでですね、はい、ケーキを買ってきました。でもおもちがおごってくれたけど、このケーキも紹介して。ケーキ、保冷剤を取りますね、まず。そうだね、そう、今さ、うん、今取り出したからさ、うん、そうね。え、これ紹介するの嫌なんだよ。だって、だってこれあれだもん。だってこれあれだもん。え、これ外す？うん、外そう。え、でも可愛い、絶対普通に美味しいと思う。え、でも絶対こういうのが一番さ、わかるよ、わかる、おいしいよ。おお、はい、いきます。せーの、じゃーん。このケーキは、はい、端っこですね。そう、端っこ、端っこを買いました。買ってくれました、ありがとう。ニャーさんがこれでいいって言ったから、あ、そう、じゃあいいじゃんこれでって言って、端っこ、400円ぐらいだったね。400円ぐらい。でも、ちゃんとあれがあるんだ、うん、
だよ。何分刺す？え？全部刺す？全部刺す？とりあえず。OK。7本立てようだって。7本ねえんだよね。お得。端っこってあるの？多分、うん、あるんだよね。多分。余ったんだろうね。なんか初めて見た端っこ。え、可愛いのが来た、見て。その後、あーしようぜ、だってやろうね。イエーイ。やろうね。わかった。あーってしようね。わかったわかった。はい、はい、じゃあライターマスターとして。できんの？これどっちか。できんの？怖いんだけど。わし、これちっちゃい時から使ってる。マジだよ。マジなんだよ。え、怖いんだけど。え、普通に怖いんだけど。行くよみんな。え、怖い、怖い、下で置く？いや、大丈夫。え、やろうか。黒だから、大丈夫。やばい、怖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 い。あ、待って、開かない。開かないじゃない。え、縦にしちゃダメじゃない？あ、怖っ。怖っ。ね、怖っ。ね、やけどするよ。大丈夫、大丈夫。やけどするよ。親指、足焼けてるよ。やばい、怖い、怖い、怖い。笑わせないで。怖い、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 怖い。
げません。こちらは秋葉原のアトレで売っておりますね。皆様ぜひライブ来た際には、うん、アトレの1階で売ってますので、ちゃんと宣伝が端っこがね売ってるので400円ぐらいです、うん、十分うまいので、十分うまいので十分おいしいので私多分そういう可愛い言葉が使えないんだと思う。いつも本当でも面白い。なんか最近さ、超ご飯食べに行くじゃん、うんうん、でご飯食べてさ、美味しい時さ、うん、なんかこれうめぇとか言ってさ、何少年出てきたんだけど少年だもん、美味しい。ライター、ニャンさん使えないんでしょ。ライター使えない。使ってみ、いや怖いよ、何使ってみって、無茶ぶりがひどい。開け方は分かりたい。ほら、おお。押せばいいんじゃん。いや、じゃあみんな思いつきおもちゃの顔を。え、怖い怖い怖い。待って、これ何の配信よ。私、誕生日に何させられてんの。待って、無理だよ。え、待って、無理じゃないこれ。硬い。え、プシュってなるよ。大丈夫これ。もっと押すんや。おお、これでいい、いい年をそうだね、過ごせるね。そうそう、27歳初めての日遊びこれで27歳はいい年になる。いい年になるねえな、やばくない。いい年になるやばい。初めて見た人絶対に何の配信って思っちゃう。私がいる時点で何の配信なんだろう。面白い。おいしい。あ、おいしいって言えた。あ、よかった。初めてじゃん、言えたの金曜日カルチャーズ劇場行くとき買えばいいということですね。わかります。だってそっか、みんなカルチャーズのとき買えるよ。買えるよ、秋葉原だからね。秋葉原近いからね。うん、え、めっちゃおいしいよ。おいしい。で、中にね、ちゃんとでかいなんかイチゴとかも、ね、なんか果物も入ってるよね。だから、なんかいいね。おいしい。あ、おいしくれた。うん、うん、このまま1個になればいいんだけど。1個になってな。1個になって。今はあれ1個だよ。でもおもちゅなんか、連絡くれたじゃん、誕生日の夜に、うん、可愛かった、すごい。なんかニャンのこと好きなんだなって思った。ん？ん？何？好きなんだなって。何よ、言ってたから誕生日だから。多い。多い。誕生日だから。そうね、あのことね、好きだよ、この人。すごい。ね、最近すごい好きだよね。いいよ。なんか顎についてる。やあ、もうなんで今いい時に。本当に可愛いよ、照れ隠しおもちゃ。え？え？え？いや、もちろん皆さんのことは好きよ。好きだよ、ね、だからこんなにキモいぐらい一緒にいるじゃないか。チューやだはい、チューやだ。こんな、で断るじゃん。うん、チューしたよ、この間。はい、どうぞ。え、かわいい。次次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 やばいよ、ね、先輩だよ、私。先輩キモいって言っていいの？あ、もうなんかいいねえ、だって私先輩やんのかも。でも、キモいって言われて正直嬉しいですよね。嬉しい。ほらでもやばいでしょ、最近こんななのよ、この子。ねえ、悪ガキ。最近こんななのよ、この子。悪ガキだからな。そう、めっちゃ、もう何を見せられているんだろう。どれあと、もう一個ね、うん、もう一個ね、はい、企画もありますよね。何でしょう。あ、はい、二人のお誕生日で、はい、あ、なんだっけ、タイトル全然決められてない。二人のお誕生日なので、はい、お互い300円ずつのプレゼントを買ってみたー。300円だよ。でもちょっと300円、私オーバーした。私もオーバーはしてる。だいぶオーバーした。え、どうする？どっちからやる？
そう、2人でお誕生日なので、ちょっと300円ずつね、誕生日プレゼントを買ってきました。買ってきました。なので、今からここで紹介したいと思います。はい、どっちから行きましょう。じゃんけんするか。はい、じゃんけん。じゃんけん、バイ。勝ったのか、負けた方がどっちかな。じゃあ、ヤンからやるわ。はい、オッケー。オッケー。何かな、何かな。はい。ヤンの。違うよ。これは見れないように。うん、これは見れないように、これに入れてるだけ。ニャンのおもちへの誕生日プレゼントは、うん、はい、じゃ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 ーん、こちらです。何やっとお揃いの串。え、待って、聞いて、わし串折れた、折れてまだ買ってなくって、で、ニャンさんの串をずっと貸してそうそうそう、と借りてた。え、おそろい、しかもこれ好きなの。え、嬉しい。今さっき借りたもん。そう、今さっきで、なんかその時さ、うん、あ、なんかプレゼント串なんだよねって言おうかなって思って、その時貸そうかなって思ったけど、あ、まあいいや、はい、え、めっちゃ、え、嬉しい。西尾さんか、なんか折れたってこの間さ言ってたじゃん。あ、そうそう、折れた折れた。そうで、どうせ買ってないだろうなって思ったし、うん、なんでどうせこの人買ってないだろうなって思ったし。え、嬉しい。だってなんかね、単純にこれローソンで売ってる、うん、そう、値段的にはね、400円なの。400円の串なんだけど、めっちゃいいんですよ。ほんと、もうね、なんか女の子とか使ってほしい。ここにね、ここさ細いじゃん、うん、がなんかこう前髪シューってできるし、うん、これで、ね、スーってできるから、もうほんと私これ神だと思ってて、なんかいつも借りててめっちゃいいなと思って、ほんと、嬉しい。シンプルに、よかった、ありがとうございます。おもちの髪がプラスチックだから折れたのかな。あー、そうかもしれんな。おもちマジでさ、すごいよ。プラスチック。どうもネイジの前髪プラスチック担当。やばい、誰だよ。え、嬉しい、普通に。めっちゃ欲しいものが嬉しい。え、よかった。お揃いって嬉しいね。仲良し。いい、お揃い。さすが夫婦だって。夫婦？夫婦だって。いつからわしら夫婦になった？いや、なんだ、夫婦じゃないよ。娘、産んだの。産んだの、私。出た。最近娘って言ってくるの。そう、娘なの、この人。私が産んだ。ママだよ。ママでおっぱい飲んで。あん。え、なんか、やばいね。何の配信だって感じ。え、なんかさ、姉ちゃんからも誕生日おめでとうの連絡来たんだよ。で、そこで、なんか最近、なんか、あ、めっちゃゆりりんさんからおめでとうって来た。あの、通知。つまった。おい、出して。出して、子供。そう、それで、なんかね、はい、めいちゃんからもう誕生日おめでとうって、うん、なんだっけ、そう、LINE が来たんだけど、そこに最近おもちゃばっかなので、めいちゃんにもかまってくださいって来たの。めっちゃ可愛いでしょ。可愛い。そう、だからおもちは、うん、おもちが私の娘で、めいちゃんはペット、わしらのペット。そう、わしらのペット、うさぎの、うさぎのペットにしよう。しましょう。ちょっと待って、なんか詰まったんだけど大丈夫。うん、ごほごほして。はい、ゆりりんさんからおめでとうございますってツイートのあれが来たのが通知来た。めいちゃんかわいいよね。治った？かわいい。治った？ほんと？大丈夫？うん、うん、じゃあ、はい、ください。ああ、そうか、うん、タピオカがまだ入ってんだもん。いいよ、じゃあゆっくりでいいよ。嬉しい、めっちゃこの串使ってね、お揃い。お揃いっていうところがポイント。お揃いがポイント。いいでしょ、黒と白で。うん、よし、じゃあわし渡しますね、はい、オッケー、見ない。私は袋がですね、コンビニの袋でございます。まあ300円だもんね。300円。そう、これは、はい、このまま皆さんにちょっとお渡ししようと思いますね。はい、え、でかくね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。え、でかくね。え、待って、嬉しい。待って、これ私めっちゃ嬉しい。やったー、最高。なんで、にゃんいつも飲んでるやつじゃん。そう、皆さんは嬉しい。いつもあの、なんだろう、まあ、うん、仕事始まる前に、うん、飲んでるよね、絶対コンビニ寄るとこれを買う、うん、当たり。で、あと、うん、梅が好き、うん、すごい。だから、すごいね。そう、すごい、この子すごいよ、優秀。だからこれは絶対、この2つは皆さんあげたら絶対お花畑になる、頭が。嬉しい。どつこうできる。お花畑になる。当たった。はい、ということでね、嬉しい、喜んでくれるんじゃないかと思って。え、絶
対そう書いてたけど、それ300円じゃないよね。だってこれ200いくらでさ、これ100いくらだからさ、500円ぐらいしない、うん、結構これだけだったら300円届かないんだけど、まあ300円ぐらい。でもちょっと気持ち的には売れない。嬉しい、優しい、好き、はい、中おもちゅねえ。え、でもめっちゃ嬉しいよ、私すごい嬉しい。だって、でもなんかよく分かったよね。私ライブ前とかさ、仕事前とか絶対飲んでるよね。うん、うん、絶対飲んでる。ね、しかも早いの。コーク10秒、10秒、5秒、コーコーコーンってなる。ポイって捨ててる。こんなことないの。はい、じゃあ捨てて、よし行こう。ねえ、やばいやつじゃんそれ。そう、ねし、それに結構食べてる。なんか、うん、なんかさ、いつもさ、私暇な時いつもこれ食べてるの、カリカリ、うんうん、みんなにも配ってるイメージあるもん。え、嬉しい、さすがおもちゅー。いや、愛の妹じゃない、娘どーちすごいね、おもちゅってね、本当にね、よくメンバーのこと見てるよ。まあ、人間観察が趣味でして。 ね、私はどんな人。はい、どうぞ。ね、皆さんは可愛くて、うん、綺麗で、うん、人、うん、メンバー思いで、うん、なんか優しくて、人はずっと一緒にいてくれて、キモいぐらい一緒にいてくれて、キモいよね、キモい、うん、おーい。おーい、最後な、最後、最後よ、最後よ。でも褒め言葉ですよ、私もキモい、うん、嬉しいよ。じゃあちょっとこれからもキモくいてね。んキモキモくいる、わしらが。そう、キモくいよ、キモくいよ、この二人キモいって。いや、わしはキモくない。キモいわ、こちら。おーい、おーい。でもさ、ほんとさ、なんか生誕を通してめちゃめちゃ仲良くなったじゃん。ほんとにそうね、なんか、うん、なんて言うんだろう、なんかすごい生誕前、うん、は、なんかまあ、仲いいけど、うんうん、なんかちょっとまだこんなになんかキモいぐらいは一緒にいないよね。いないよね。生誕レッスンとかもあって、うんうん、それもあるか、うんうん、あるせいか、いっぱい一緒にいるから、うんうん、でもなんかまさかのプライベートまで一緒に遊びに行くとか思わなかったから、なんかすごい縮まったっていうか。そうよ、うん、生誕はやっぱりいいきっかけ、うん、だったよね。なりました。はい、本当に。だって絶対さ、ファンの皆さんもさ、うん、私とおもちがさ、なんかここまで仲良くなるのも多分想像してなかったと思うし、うんうん、なんかにゃんおもセンターになりましたってなった時に、あ、にゃんとおもちなんだみたいな、なんだろう、うん、なんか2人のさコンビがあんまりまだみんな多分想像できてなかったよね、うんうん、私たちも、うん、なんかそう決まった時、まあ嬉しかったけれども、うんうん、そう最初、あ、どういうのがいいかな、おもちのことまだいっぱい知らないからどういうのがいいかなって考えることも多かったし、うん、多分まだ推し入って半年経ってなかった。うん、そうだよね、確かに、うん、確かに、うん、いや本当ににゃんもいい関係だね。だって、優しい、嬉しい、優しい。でももうにゃんはもうまたおもちとなんかやりたいってすごい思ってる。私もすっごい楽しかったし、嬉しい、推しもめっちゃ楽しかった。すごい楽しかったし、え、以前はバチバチだった。バチバチではないね。はいはい。なんかでもさ、あ、2人がそうそうそう、バチバチではないよね、うん、なんかさ、でもあれなんだよ、ウィンターロードで結構同じパート歌うことが多くて、しゃがみたくしゃがみたくしゃがみたくしゃがみたうん、一緒に、で、なんかミュージックビデオと、ビデオとかも2人セットでさ、うん、なんかそう撮ったりとかしてたから、うん、なんかね、あれね、地味にね、嬉しかったよ。もしも地味にお餅とできて嬉しかったよ。もしもでも確かにあんまりなんか仲は普通にさ話してたし、なんか一緒にご飯食べに行ったこともあったけど、うんうんうん、そんなにめちゃめちゃなんかさプライベートまで一緒に超遊ぶっていうもんでも、だってオフの日遊ぶもん。そう、オフの日遊ぶもん。いや、オフの日遊ぶし、うん、なんか LINE 来るし、 LINE 来るし、そりゃそうそう、なんかこんなに仲良くなると思わなかったから、うん、空き時間もだってそう、あんなにメンバーいるのに2人がもうちょっとくっついてどっか行くもんね。2人で最近いるよね、空き時間もね、うん、そう、謎、うん、謎だよね、うん、おもちがにゃんさんにビビらなくてなってよかった。だってえ、全然ビビってないけど、ビビってない、この人最初から別にビビってはないよ。ビビってはないけど、なんか、うん、おとなしくしてた
なんで？でもさ、YouTube、リラちゃんとユッキーの YouTube のチャンネルで、一番最初に怖かったのはニャンさんみたいに言ってたじゃん。でもね、あの時は本当にごめんねって思ってることがあるの。ニャンさん、の日さ、顔はめててさ、確かになんかしたんだけど。そうそう、なんかさ、顔めっちゃはめてて、で、なんかおもちが新メンバーで加入するっていう時もマジ顔痛すぎて、もう本当にこんな感じで過ごしちゃってたから。そう、しかも、マスクしてるし、目がでかいから、なんか笑ってないから、その 目がもう笑えてなかったよね、でも痛くて。そう、だから、あ、この人ここ怖そうって思った。そう、なんか実際は心がすごく優しい人で、でした。よかった、よかった。でも、おもちも本当にすごいね、生誕祭で、おもちってこんなになんかすごいんだって思うことがいっぱいあった。え、なんだ？しっかりしてるし、なんかさ、なんかニャンは、ニャンがしっかりしなきゃって思ったのね、生誕祭の時に。でも、おもちがこれどうしますか、次のミーティングどうしますかとかさ、いっぱいいろんなこと聞いてくれて、私はこういう風にやりたいですとか、こういうことをしたいです、こうの方がいいと思いますみたいな言ってくれたから、この子すごい、この子めっちゃすごいって思った。し、なんかちゃんとそれも元が、なんかおもちだけの意見じゃなくて、私のことも考えた意見でやってくれてるから、なんか私のこともよく見てるなと、私、え、それめっちゃいいっていうのしか出してくれなかったから、嬉しい。すごいと思った。本当にすごい。よく見てる。本当に周りをよく見てる子です。でも、わしは結構、その、なんだろう、ニャンさん、先輩じゃないですか、結構。年数も違うから。結構先輩？いやいや。だって、わし入ってまで1年経ってない。10ヶ月。え、そうなの？知らなかったよ。なんかその時点で生誕をさせていただくのがすごいなんかありがたかったし、ね、なんかそれがしかも先輩のニャンさんとだから、自分ができることは自分がしようと思って、もうとにかくなんか自分ができることは自分でしようと思って、ずっといろいろ考えたりして、ダメって言われてもいいからとりあえず意見を出そうと思って言ったら、いいって言ってくれて、なんか結構採用してくれて、ほとんど採用したよ。ほとんどプロデュースはね、ほとんどおもちゃで、いや、本当に本当に2人で、そうだね、2人で考えてできたチェーターだったんだけど、なんかすごい勉強にもなった。私自身もすごくなんか生誕ができて、それに向けていろいろするじゃないですか。そうだね。それのなんかやり方とかも勉強になったから、すごいいい経験ができた。よかった。楽しかったよ。みんな来てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回やりたいよね、本当に。もう一回やりたい、めちゃめちゃ。本当に、すごい楽しかった。楽しかったよね。本当に幸せな時間でした。はい、今何時だ ?34 分です。あれですね。なんか、何歳なの ?23 です。おお。言いたくないんだが。いや、若いよ。痛くない。まだまだね。20ちゃんちゃいとか言ったのかな。20ちゃんちゃいか。20ちゃんちゃいね。いや、見えないよね。なんかね、16とか7とか、なんか制服着てそう。なんで超制服着てそうじゃない。なんでこの頭がいけないかな、今日の。え、この間マジでやばかったの。なんかさ、一緒に遊んだんですよ。で、なんか一緒にご飯食べに行ったんでね。そしたらなんかこんな髪で来て、こんな髪にリボンつけてきて、ちょっと恥ずいんだけど、お前。一緒に歩きたくないけど。そう、一緒に歩きたくない。ファッションなんかすごい、なんかさ、でもラブリーな格好して、こんな髪で、ここなんか白いリボンつけて、で、私はもう私でさ、なんか大人みたいな感じの服してたからさ、そう、なんかすごい、なんかもう親じゃんみたいな。その日の写真ある。え、見せて。もう親でした、私、あの日。親ではない。23にちゃんは、ね、にゃんがネージュになった年。あ、私23から加入したよ。え、そう。なんていう運命。すごい運命だ。あった。やばい、見せて。そう、やばくない？反射しちゃう。ほら、わかんないか。やばいよね、これ。なんかでも普通じゃない？家族とか言って写真撮った。普通じゃない？これだよ。これでさ、それは来たんだよ。それはハーフツイン。ハーフツインだけど、こんな。普通にさ、なんかさ、ご飯食べるっていう時にこれで
ばとかめっちゃ言ってたよね。えじゃあポニーテールしようかなって言ったら、えでもいいよ可愛いけどそのままでって言ったのこの人。だって面白かったの、なんかめっちゃ面白かったから、なんかなんだこの人と思っていつでもアイドルやな、だってでもアイドルだね、アイドル来たと思ったよ私も見た目だけそう、中身はうめえこれ中身はおじさんです、うめえこれとかね面白い。いや、完全にママじゃん。ママ、あの日ママだったもん、ママ自分ね。私ママだよって言ってたよね、あの日ね。ママと娘。そう、娘。ママと娘とか言って。ママと娘のデート。娘はやばい。面白かったね。すごい面白かったよね。最近そういうのすごく楽しい。うん、ね、楽しいよね。うん、本当にいっぱいずっと一緒にいるもん。いいね、いいね。はい、じゃあそんなね、娘を。目標どうぞ。目標そう、23の抱負。抱負せーよ一番痛いよ。目安も薬悪くなる。まだ思ってたりとか茶色くなるよ。もうちょっと気をつけよう。はい、抱負はですね、23歳になってあんまり22歳となんかの差、うん、差というか、なんかあんまり分かんないのよ、実感が。まだ23歳になったの、うん、だけどやっぱり一つ大人になったということで、うん、新しいことに挑戦していきたいなって進んで、どんどん思った進んで、どんどんって何、どんどん進んで自分から新しいことに挑戦してみたり、あと勇気を出してなんか何でも、なんだろうな、好奇心を持って何でも挑戦しようっていう感じで、いう気持ちでやっていきたいなって思ってますね。あー、いいねめっちゃいいじゃん。いいこと、いいこと。え、なんか挑戦したいこととかあるの？挑戦したいことはまだ考えてないんだけど、うん、今、うん、なんかそのもっと、うん、なんていうの、強化していきたいものはあって、うん、やっぱりその、明治に入ってから、すごいなんか、かっこいい曲、うん、の時の私が好きって言ってくれるファンの人とか、うん、メンバーとかもそう言ってくれて、うん、私も好き。うん、なんかそういうことを今まで明治に入る前まで言われたことなかったから、なんかこれも明治に入ってから言われるようになったことだし、え、なんかみんなそれ、せっかくそれが好きだったら、好きならなんかもっと強化してもっとそれを伸ばしていきたいなっていうのがあって、パフォーマンス面でなんかかっこいい和紙をもっと見せて、もっと研究して見せていけるようになるとかが、これは例ですかね、一つの例。そうみたいな感じ。でも本当にかっこいいさ、おもちゃ好きなんよ。でもね、可愛い曲のおもちゃも好き。なんかおもちゃは本当にネジュで、今一番表現力が高いと思ってる。それはちょっとやめてください。めっちゃ本当に恥ずかしい。本当になんかコロコロ変わる表情とかがすごいいいから、なんかもう本当におもちゃのパフォーマンスはどこを見ても飽きない。嬉しい。ファンの人だからもかっこいい曲好きだもんね。かっこいい系本当に似合うって。それ本当にびっくりしてる自分でも。全然言われたことなくて、うん、表情がコロコロしてていいとかは言われたことあるんだけど、かっこいい系めっちゃ似合う、好きとか一回も言われたことなくて。え、かっこいい曲さ、前のグループでやってた？あ、なんかさ、楽しい可愛い曲が多かったよね。ないじゃあ、あなたの魅力ですね、本当に。そのギャップがいいのよ、本当に。かっこよく好き。変な動きもする。あれそうです。何年見ても飽きないで、だって。ああ、嬉しい。おもちゃ、本当に飽きない、見てて。私もちょっと飽きられないようにパフォーマンスできるように、私はね、23歳はいい区切りだから、それをもっともっと強化して頑張っていきたいと思います。素敵。よくできた、わし。コメント、イエーイ。23歳のおもちゃに期待ですね、はい、しましょう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 。はい、次はねあさんのね、はい、20、あ、なんだっけ、7だよ、7、27歳の抱負をお願いします。あとにゃんは、衛星に来て今年で5年目になる。おー、5、5、もうちょっとね、5年間いろいろさ、ジュエルネイジとして活動してきて、本当にいろんなことがね、過去にいっぱいいろんなこともあったじゃないですか。でもやっと今さ、こうやってメンバーでしっかりまとまって、こうできてるので、なんかもう今年こそが勝負の年だなと思ってまして、ちょっと本当になんか一日一日をまず悔いなく過ごしたい。で、なんか自分ので
できる範囲の力とできる限りの時間をジュエルネージュに注ぎたいなって思っております。はい、音楽をかけてきます。いいね、泣きそう。え、何、どうした、感動した。誰だよ、なんか誰だよ、誰だよ、感動した。出てきまーでしょ。ねえ、誰だよ。おい、タイトルはね、
カルチャーズヒストリーということで、レイジュがね始まっていくカルチャーズのねいろんな物語を皆さんと一緒に作っていきたいと思って、このサブタイトルにさせていただきました、特典会がね、事前特典会と早い時間になってしまうんですが、特典会ではね、浴衣ー、夏のスタート、はい、そうですね、夏といえば浴衣スタート、こうが浮かない、何これ浴衣ポーズ、うん、令和の浴衣ポーズ、最先端だから、最先端の浴衣ポーズかな、はい、はっちゃけていきましょう、いきましょう、ということで、ただいま一般日時の販売をチケット受付しています。6月の30日の21時までとなっておりますので、ぜひ買ってチケットゲットして会いに来てください、会いに来てください。あとこれだよ、レイジュからのね嬉しいお知らせもこの日あります。これはいてよ、いて、いて、マジいて、これはあの直接、はい、会場に来て耳で聞いていただきたい、そうだね、ねえねえ、なんて笑うの、いいよ、耳で聞いていただきたいです。なんか本当嬉しいよね、これは、これ嬉しい、多分みんな想像が、うん、多分予想外かもしれない、でなんか結構、うん、なんかこれかなあれかなって予想してくれてる方いらっしゃいますが、多分違う、違う、これは本当に、うん、なんか私まだネジ入って、うん、あの1年経ってないけど、うん、の中でも結構一番ぐらいびっくりするかもしれない、うん、私びっくりしたもん、嬉しかったよね、うん、嬉しかったよね、てかびっくりするよ、ね、びっくりするし、今でもびっくりする、そう今でもびっくりするし、うん、私たちはそれに向けて頑張ってます、頑張ってますので、ね、皆さん、はい、絶対に来てください、はい、来てください、よろしくお願いします、本当に来てね、この日はぜひ、ね、はい、はい、そして7月の18日はリラちゃんとゆずちゃんの合同バースデーライブが東京キネマクラブにてあります。こちらもただいまチケット販売中です。これも楽しみだよね、これもすっごい楽しみ、ね、この日しか見れないイメージ、うんうん、はい、だからあとね、この日だけ、うん、この日限定のカバー曲とかもあるから、うん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 、これは、うん、もう1回しか多分見れないと思うから、ね、ぜひこれも皆さんレアなおしめを見に来てください、はい、見てください、にゃんとおもちゃも頑張ってるよ、頑張ってるよ、あれ一緒だもんね、頑張ってるから見に来てね、楽しみだね、楽しみ、もうどんどん楽しみ、なんか面白い、カツダラ社長が新メンバーとして追加これはそれはやばい、それはやばいはい、そして先ほども伝えましたが、はい、ゼルネイジのサマーワンマンライブが8月の22日デュオミュージックエクスチェンジにてあります、ただいまアクジュエルの方で一般チケットも販売中です、はい、はい、もう本当にこれはさっきおもちが言ってくれた通りね、うん、の本当にこの夏の醍醐味ですよ、うん、楽しみなことの一つになってますのでね、ネイジって冬のグループだから、うん、なんか夏はないんじゃないかってあるの思うと思うけど、これはもうなんか夏ワンマンで、これでみおちゃんも入ってくれて、もう新たなネイジを見せていけたらいいなと思っておりますので、ぜひこちら絶対にお待ちしてます、絶対に来てください、やばいよ、ウケる、今日ウケる、今日私ウケるよ、いつもだ、いつもウケるけど今日はさ特にウケるよ、イエイでも本当ね、今もうメンバーとも社長とかともめっちゃミーティング重ねて、いろいろ練ってるよね、ちょっと今めっちゃ変なやつ見つけた、ジェルネイジとおもちに改名とかジェルネイジ、なんだっけ、フューチャリング、あ、なんかおもちフューチャリングジェルネイジみたいな、やばすぎでしょちょっとそれのコメントがじゃあめっちゃやばい、ファーストアルバムが年内発売とか予想するだって、あーわー、どうだろうね、タピオカを飲む、タピオカを飲む、はい、ということでこのサマーワンマンライブは絶対にこのクリスタルを見てる皆さん、ぜひ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 お越しください、お願いします、お待ちしております、めっちゃ今日面白いね、最高じゃん、なんかもう頭がおかしくなっちゃった、今日我ら忙しかったからね、頑張ったよね、ゴールドのこれだから、そう、ゴールのこれだから今日いっぱい駆けまくってきてゴールのこれだからね、うん、はい、ということでね、締めそろそろお時間も、はい、時間になりましたので、はい、せっかくなので、多分ね、いっぱいね、お、いただいてますよ、イエイエイ、いただいてます、ギフトありがとうございます、ありがとうございます、ドルフィンライナー、お花束ありがとう、ありがとう、
い、名前が難しい。なごけじこはる王国チーズまなまるアイリーさん。あ